い、パトロール飛翔坊の健三です。大和です。はい、始まりました。はい、ニコナニ動画ということで、はい、第1回なんですけれども、この番組2人のライターが協力して、制限時間内に勝利を収める、収めようという番組なんですけれども、ニコニコさん、はい、今回初回ということで、ニコニコ寝屋川店さんの方に、お伺いしました。はい、この番組は、まあ、我々2人の、うん、が、ニコニコ寝屋川店さんで何を打つのか、まあ、どんな立ち回りをするのかっていうのを、ね、うん、終始も大事なんですが、はい、我々2人のライターが、はい、どういう根拠をもとにどういう機種を打つのかで、時間に応じてどういう立ち回りをするのかというのを、そうですね、見ていただければなと、まあ、皆さんも予想しながら見ていただければと、ね、思うわけなんですけれども、はい、初回ということで、はい、もちろん気合い入れないとダメですよ。そうですね、もうなんで僕たちみたいなダメ人間がチョイスされたのかちょっと分かんないですけれども、とにかく僕たちは全力を尽くすだけなんで、はい、とりあえずまずは、抽選の方、そうですね、朝一の勝負ですね、はい、大事、はい、頑張りましょう。はい、というわけで、ただいまよりですね、はい、抽選なんですけれども、はい、まあ、結構並んでますね。そうですね、まあ、でも大方これぐらい並ぶだろうというのはちょっと予想できていたので、はい、どんな番号を引いても打てる機種、はい、もしくはいい番号を引いたら打ちたい機種っていうのを、はい、実は前日、はい、昨日ですね、はい、我々全力でちょっと下見の方をしたので、はい、ね、お互い下見は結構得意分野、結構普段からパツロ打ってるし、ね、はい、僕もプライベートでよく稼働してるんで、はい、そこら辺の模様をちょっと見ていただければなと思います。思います。はい、というわけで2月の5日21時30分ということで、はい、閉店30 1時間ほど前ですか。そうですね。ですのでそろそろ下見の方をしようかなと思います。はい、ちょうどさっきホールずっと前で待ってて、結構お客さんちょっとずつ出られてきてるん で、ね、はい、まあ、ある程度データ表示器とかも参考になる時間かなと思いますんで、はい、明日のためにも、そうですね、頑張りましょう。しっかりと下見が大事ですからね、この番組が。そうですね、はい。一応さ、ニコニコさんって、はい、塊で入れるっていう特徴があるじゃん。はい、で、なおかつ結構メリハリ設定って聞いてるから、そういう入れ方のお店の塊ってのは、はい、まあ上3つとか上2つとかじゃなくて、あ、まあ、一番 上じゃないかなとっていう印象があるね。じゃあそれを、それは絶対今日もあるはずだから、はい、ちょっとそれ探そう。そうですね、さ、あ、北斗から行こう。行きますか。北斗が計2島、うんうん、2島だね。回数ついてる台の前日の履歴、はい、ああ、なるほどなるほど。北斗で8100ってよっぽど回されてるから、ね、ちょっとエヴァではなさそう。あれモンキーっぽくない？おお、すげえ。いや、モンキーで70回ってどんだけだよ。まあもう今の時間22時とかだから、はい、まあもう回されることないから、はい、とりあえずやめゲーム数とこのメットのロゴね、ロゴがあるかないか一応チェックしておきましょう。ロゴがあると、まあ、若干そのモード B の可能性が高いっていうのがあるんで、700ゲーム台のゾーンまでに引っかかる可能性が若干ですけど高くなると。ってことはモンキーが総台数6台だから、まあやっぱ予想通りって言ったらおかしいですけど、それなりの機種、6台島のモンキーが全部上、一番上なのかなと。かまあでも、はい、モンキーでよかったよね、目で見てわかるから。そうですね、うん、あのデータのグラフ見ればあからさまにわかりますもんね。一応さ、角も回数ついてるから別に角には入んないっていうことでもなさそうだね。あ、なるほど、うん、だから別に角もあると。番長台数多いな。番長に限っては、はい、見た目じゃ分かんないじゃん。そうなんすよ、ね、だから本当変な言い方、はい、カンタ君を使って粘ってる人、この時間までは高設定じゃないかっていう考え方なの。あ、でもさ、今打ってる人みんな使ってる。そうですね、結構もう確信して打ってるっていうイメージですね。すげえ、めっちゃ出てるな。いや、相当稼働いいね。そうですね、意外と1桁、はい、単純に回数ついてない台が6列回数ついてるから、単純に上げ狙いでもいいんじゃないかって感じになるのかな。矢野さん、争点も
一応ちゃんと入ってる。まあ、ちょっとボーナスの回数多いから、でも9000ゲーム弱もあるのはそうですね、悪くはないかなと。前日 0-0 だもん。そうですね。で多分今日もこれ8000ゲームこれ、はい、そうでしょ、これもう前日 0-0 だもん。そうですね。まあ、ちょっと見えてきたね、はい、希望の光が、はい、この回数少ない台に入れるってのが、はい、今日に限った癖なのか、このニコニコさんの前からの癖なのかってのはちょっと分かんないけど、はい、そうですね。北斗で9000ゲームとか回ってる台あるじゃん、はい、北斗って9000ゲーム回すのってほとんどまあ朝一から打たないと回んないから。そうです、終日ですよね。だから朝一から座れるイコールピンポイントでそこに座る何かしらの根拠があるってわけだから、はい、ってことはその癖がもしかしたらってなるとこれだよね、回数少ない台。そうですね。はい、というわけで下見の全て終えたので、はい、今一度ですねホテルに帰って、はい、明日打つ台番号に応じた狙う機種ってのを決めたいと、作戦会議の方をしたいと思います、はい、正直ホール見てどう思いましたか。まあね、あの最初に言ってた塊的なものもありましたね、やっぱり塊もあったし、はい、でびっくりしたのが塊以外にも、はい、まばらに結構張ってる感じ、はい、まず機種選びの前に、はい、台選びの方だけどそこはもう露骨に今日見た感じ、はい、ありましたよね。機種ごとに回数が一番少ない台、はい、まあ狙う台はそれね、どの機種を打つにしろとりあえず回数のついてない台、はい、一応それ全機種メモったもんね。問題はほんとここ、はい、お店からホテルに来るまでもずっと2人で作戦練ってたけど、そうなんですよ、うん、塊がどこになるかっていうね。で一応まあ今日見た感じ、うん、ぶっちゃけどこ、まあもう間違いなくモンキー、まあ、今日はそうだ、モンキーはもう間違いない ね、 で、 ね、はい、で明日どうなるかっていう、まあ、もう一個気になるのは同じぐらいの台数の正宗やったな。るほど。ケントさんは。僕は、はい、モンキー、ドンかぶり一緒。あ、やっぱり不意に、ね、全部据え置きあるんじゃないかなって思う。正宗は正直ちょっと旬からもうずれてるから、ね、まあないかなと思って気持ちちょっと、ね、うん、時期がずれてますから、ね、そうだからモンキーか、はい、鉄拳寝台、ね、一応、はい、寝台だしちょっと台数は多いけど、うん、8台ね、まあ、可能性はっていうことですよね。最悪モンキーが塊じゃないにしてもピンポイントで入るところ、はい、回数一番少ない台に座れれば、まあ、もうそれがピンポイントでっていう、ね、というわけで、ごちゃごちゃとまあ結構いろんな癖とか、はい、なんだかんだで結局どうなのっていう感じなんではありますが、このあとゆっくり、大和くんと番号次第で打つ台、はい、打つ機種をもっと絞って、明日なんていうの、臨機応変に立ち回れるように作戦の方を練りたいと思います、はい、で正直ですね、ちょっと隣が大和くんなんでホテル、はい、ちょっとガード固くしないと危ないんで。いやいやいや、言ってもね、この後ほら夜も長いじゃないですか、2人でじっくりで、そうなってきちゃう、じっくりじっくり勘違いされるよ、本当にそう、夜中にノックポンポンってされても絶対出んからね、はい、あ、そうですね、じゃあちょっと鍵持ってで、鍵了解、はい、とりあえずじゃあ、はい、明日真剣にね、そうですね、の打ち合わせをして狙い手の方を絞りたいと思います。します。さて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 、はい、ご覧いただいた通りですね、このメモ帳に全ての昨日の下見のデータが載っております。でもこのメモ帳が生きるか否かは抽選番号次第というわけで、はい、いきますか。いいよ、先いいよ。じゃあまだ見てないもんね。まだ見たら俺も見えてない。じゃあ行きます、はい、ドンドン。逆だけどね、しかもこっちからだと見えないですね。なるほど、悪くない。まあ、まあ、いいよ、先に行く、まあ、俺行く、はい、俺行く。うわうわうわそうっすね、やっちゃったね。100ってのは見えたんですけど、100参ったな。総台数が220ちょっとなんですよね、はい、で、うちの140番台、はい、34と142、はい、ただ、一応その抽選番号が悪くても
動けるようにっていう一応そう、まあそうですね、幅広い機種選択はしたけど、そうですね、大和くんは一応第一候補の狙い台を見つつ、第一候補狙い台のところに走って、ね、ダメだったら、はい、第3、第4、第5、第6、第7、第8、まあ、どんだけ用意してんだって話ですけどね、うん、もう相当用意、まあ、はい、だから僕は順調にいけば第42候補ぐらいの台に座るかなと思いますんで、はい、とりあえず中に入ってからになるね。さあ我々は一体何を打つことになるのでしょうか。142、あ、はいはいはい、というわけでですね、入念に前入りまでしたんですが、入るのは最後の方になりそうですね。後ろから後ろから4番目ですか店内ホールの周りぐるーって一周しまして、まあ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 いいんですよ。ここから結果が伴えばビシッと決めれば逆にかっこいいんで、それじゃあ入場行ってみようと思います。ちょっと狙い台が取れるかどうかわかんないんですけど、時間10時を過ぎまして入場が始まったわけなんですけれども、今多分ちょうど大和くんが入ったぐらいですね。何取ったんですかね、あいつ。今日自分が打つ台はこの台です。すげえ、もう北斗満席っすね。あ、赤丼巻いてない、マジで嘘でしょ。あ、ほんとやばい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 、ほんとにやばい。一応下見の時点で若干、まあ、角が出てるなっていう印象があったんで、どんなに悪い番号でも何かしらマイナー機種の角台を抑えようって考えてたんですよね。でその結果抑えた台がこちらです。カンフー対戦っていう、誰が予想しましたか。ちょっとでもちょっとホール内もう一回見ます。あ、移動します、移動します。カンフー対戦を経由いたしまして、カンフー対戦1ゲームを回さずにですね、角台、これも名前上がらなかったので多分予想してくださった方にはまさかまさかまさかの機種選択になると思うんですが、こちら、まさかの忍玉。設定カンパがカンフー対戦に比べて比較的安易というかできやすい機種なので、とりあえず朝は忍玉を打っていきたいと思います。正直朝の台選び全くちょっと納得いってないんですが、頑張りたいと思います。あ、ニコナン、一応ですね、まあ、今日朝一の狙い台の、まあ、機種の塊での狙い台が猛禽ターンだったということで、この台の前日のやめゲーム数が110ゲームっていうことなんで、まあちょっとですね、朝一その前兆の演出が発生しても若干打ち替えが見抜きづらい感じにはなってるんですよね。なんでまあちょっと周りの様子も合わせて見ながらやっていこうかなと思います。とりあえず、まあ、今、ね、全長入ってたんで、まあ、輸出モードなんですけど、まあ、とりあえず128ゲーム以内の輸出モードですね。一応ですね、輸出入ってからジャックチェリーを引いてるんですよね。でジャックチェリーで懲罰チャレンジ、まあ、これ
高設定ほど出やすいんで、まあ、この輸出モードに関しては、まあ、ちょっとガセだったんですけど、まあ、高設定にちょっと期待持ってますといった状況ですね。まあ、とりあえずちょっと回していきましょうか。あ、赤は熱いですよ。あ、一発で割れましたので一応これで、SG ラッシュ ART 確定ですね。投資5000円121ゲーム SG ラッシュです。ニコナニ、とりあえず忍玉打っていきたいと思います。変更してればとりあえず RT スタートの可能性があるんで、まあ転落リプレイが揃えば RT じゃないですね。まあまあでも対策してる可能性もあるんで。で僕忍玉打つのは久しぶりなんですが、打ち方中押しが一番いいですね。成立薬が見抜けるんで、まあ、中押しで黒バー黒いのを狙って、で基本中段に止まった絵柄が対応薬、中段バーで外れでリプレイが止まれば、まあ、基本こう止まればリプレイで、リリベが揃えば転落リプレイ、周期が終わるリプレイですね。でベルが止まれば左リールに黒バーを枠上もしくは上段あたり狙って、こうなれば外れで、まあいろいろここからあるんですが、中段にこう止まってバーバーって止まって2連バーが止まってベルが揃えば押し順正解ベルですね。でこっからベルが外れればチャンス目、滑って2連バーの上のバーが下段に止まったらそれもチャンス目、オアチャンス9枚役、外れればチャンス目で2連バーの上のバーからベルベルこう揃ったベルはチャンス9枚役、まあチャンス目と同じ扱いなんで、それを見抜くためにも中押しが一番適してます。で忍玉のカンパ要素なんですが、まあチャンス目からの月光の時突入率もしくはスイカ同時当選の赤ビッグ割合ですねが6で確か 50% とかあったと思うんで、で一番下だったらその半分ぐらい、まあ要は結構豊富なカンパ要素がある機種なんで忍玉を抑えたってのも一つの理由ですね。お、おし。すんなり当たりましたね。リリベ同時当選。おし。はい、幸先のいい投資2本ですね。投資2本で。リリーベ同時当選の青ビッグいただきました。43ゲームおい来てじゃあ、うん、やってやるぜ。おし、またすんなりと当たりましたね。追加投資なしで120ゲーム転落リプレイ同時当選のアクアビッグ。あ、久しぶりにあのバーンと音が聞こえます。左リール一番最初に押したら、あ、揃った。まあいいや。120ゲーム。ニコナニ。おお、V 揃いましたね。でまあ、V 揃ったんでとりあえず最初の SG、あ、 ART ですね、この1セット目はとりあえず継続確定と。まあそんなに甘くないですよ、榎木さんは。
ね、ロゴすらないと。まあペラアタックの演出なんですけど、この天使を倒したときにペラのスクリューが回る演出が起こらないパターンは超激アツです。まあ多分これは大丈夫じゃないかなと思います。チャンスアップですね。あーもう青島出てきちゃったんで、この時点で確定です。ニコナン、おお、チャンス目やったー。夕方に行くことができました。降格中のチャンス目、あれなんかめっちゃ静かですね。お、紫もしかしたらまたチャンス、あ、ここで多分、おお、またチャンス目です。チャンス9枚役ですね。よし、ボーナスなのか ART なのかちょっと分かんないです。ここ光って、ここ光って、よし、よし、まあ広角なんで何とも言えないですけど、とりあえずある程度腰を据える理由にはなりますね。もう一度、え、確か広角のチャンス目は 17% と17% と 51% なんで、入んないからやめる理由にはなんないですけど、入れば非常に追う理由になるんで。というわけで降格中に、月光の時を射止めたところでですね、ここで、前半戦の方を、前半戦の実戦をここで一応、締めたいと思います。周辺ですか。では、まあ、この ART がどこまで伸びるのか、プラスこの忍たまの台の中身的な問題ですね、いい台なのかいいのかっていうのをじっくりカンパしていきたいと思いますので、ぜひ中演の方もご覧いただきたいと思います。ニコナン、それじゃあですね、まだちょっと打ち始めてそんなに経ってないんですけれども、とりあえず前編の方はここで終了となります。で、まあ調子もかなり良さそうなんで、この後の展開も期待してもらっていいんじゃないでしょうか。ニコナン、まだまだ熱いニコナニ動画、前編はここまで。続きは次回周辺でお届けします。うわ、ダセと思う方もいらっしゃるかと思います。その騎士とは、予想だにしなかった意外な展開が、なくはないね。ニコナニ動画、次回もお楽しみに。今回実践に協力していただいたのはニコニコ寝屋川店、京阪寝屋川市駅より徒歩15分、8キロ224台、最高級のおもてなし、トメダルシステムを採用し、随時会員様も募集中です。ニコニコ満面の笑顔で皆様のご来店を心よりお待ちしております。